福岡第一のハーパー君に来ていただきました。お願いします。どうですか、1戦目を終えて。まあすごく出だしが良かったかなと思います。いやけどハーパー君やっぱ生で見たら、まあ去年もあってるけど、どっちありました。そうですね、はい、やっぱその自粛期間で、まあ、上半身鍛えて、まあ、フィジカル負けしないようにしっかりごつくしました。なんか予選の試合とか見ててもドライブがもうトラックみたいなトラックみたいなドリブルするんですよ、ね、誰が当たってもこう弾いていくっていう。そう、実際じゃ あの今年の目標はもちろんまた、はい、3連覇、ね、そうですよね。いや楽しみだな。個人的な目標としては何かあるんですか。まあダンクすることが一つの目標かなと思って、はい、はい、うわちょっとこれ楽しみですね、はい、ぜひ試合中にダンクしてください。はい、やります。でダンクしてもし余裕があれば僕の方を見て、はい、あのなんか送ってください。あ、分かりました、分かりました。やります、やります。はい、何送りますか。まあちょっとダンクしたら、まあ、セレブレーション今日考えてくるんで。あ、考えてください、はい、ぜひぜひ。分かりました、はい、いや嬉しい。ちょっとこれ楽しみですね僕の新しい楽しみできた。増えましたね、はい、いやすごいな、楽しみですね。いや今年もぜひぜひ1位取ってください。今年1位取ったらすごいよ。だって去年スタートに出てないわけじゃないですか。はい、そうですね。もうみんなおっそりね、プレータイムが去年そんなになくて、まあスタートの3人はちょっと出てたんですけど、あとの2人はその去年応援席で応援してたので、はい、今年も優勝して福岡第一は強いっていうのをみんなに伝えたいと思います。チームの仕上がり感でいうと、まあ僕が代弁させてもらうと、あの天皇杯を見ると、はい、だいぶこの経験積んだなっていう自信もついたのなっていう。そうですよね、そうですね。プロとやってきたので、はい、まあフィジカル面でもありますし、ディフェンスオフェンスでもやっぱり自信を持ってプレーすることができるので、すごく自分たちにはいいことだなと思います。いやそうなんですよ、個人的にはあの点の今年それこそインハイとかの経験がなかったからこそ、ああいう経験でこう自分だってできんねやって自信をつけるって結構大事なことやなと思うんで、そこの面に関しては第一がやっぱ一歩リードしてるかなっていうか、一番多分堂々とプレーできるのは第一やなと思うし、これからも今年もちょっと期待ですね。ありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張ります。あとダンクの件も。はい、わかりました。頑張ります。頑張ります。ハーパー君やっぱりあのユーモアあるっすね、インタビューにもね。でちゃんとこうハーパー君聞きました、ダンクしたらこっちに何かこうやってくれるらしいって。そこもちょっと僕は楽しみやな。カメラに撮れるかどうかはまあ分かんないですけど。